梨の弟都議が20代男性と不倫 DV ももてあそばれた元彼本人が告発する数々の問題行動20代後半の男性と不倫関係に都民ファーストの会所属の東京都議会議員でありサッカー元日本代表の長友佑都の妻でタレントの平愛梨の弟として知られる平継承氏継承。 プライベートでは10年以上前に高校の同級生と結婚し2人の子供がいる K ・少子だが20代後半の男性と不倫関係に陥っていたことが分かったさらに恋人関係にあったこの男性によれば DV を振るわれたこともあったというのだ兵庫県出身の K ・少子は都内の高校大学を卒業後 企業の営業職を経て自民党の下村博文衆院議員の公設秘書を務めた2017年東京都議選の板橋選挙区から都民ファースト公認で出馬し初当選さらに4年後の都議選では小池知事の強い推薦もあり千代田選挙区に国替え 自民党都連のドンと言われた子内田茂氏の娘婿内田直行氏との激戦を制し今に至る実は東京都議で平愛理の弟なんだ誰にも俺たちの関係を言うなよもう彼にはほとほと愛想がつきました僕との3年間は何だったのかと憔悴しきった様子で語るのは現在20代後半の山田聡さんかな まずはその政治家としての資質を疑わせる人間性に関するエピソードを聞いてみよう警視とは20年の2月上旬ゲイが使う出会い系アプリを通じて知り合いました焼肉をご馳走するよと誘われつられてしまったんですその日は彼の自宅マンションに泊まりすぐに関係が始まりました当時、 継承氏は都内でも有数の繁華街に近いタワーマンションの高層階に暮らし、自身のことを大河祥と名乗っていたという。しかも、付き合いたての頃は法律関係の仕事をしていると言っていたのですがある時郵便物を見て検索したらこの人なのと本名が分かってしまったさらに検索すると奥さんも子供ももいて有名な人なんだと。ただ それを指摘することはできず、ほどなく本人から、実は東京都議で平愛理の弟なんだ。誰にも俺たちの関係を言うなよ、と打ち明けられました。以下は、ネチズンのコメントをまとめたものです。言い訳するのは自由ですが、大我翔さんはプライベートでは男の不倫恋人だけでなく妻にも暴力を振るって父親としても夫としてもアウトだし。 パブリックな面では、不倫恋人に偽名での秘書活動をさせたり、さらに政治資金収支報告書の会計責任者としてその偽名を記載したりしていて、政治家としても普通に終了と思う。人として不倫はアウトだし、元彼の言い分が真実なら内容も精神的、肉体的な支配、暴言とかそこいらの色濃いな感じとは全然違う。 悪質しかもこれが都議とか最悪。みんな良い子で家族仲良しな平家のイメージだけどこの子に関してはかなり屈折したものを感じる。もちろん議員は今すぐ辞職すべき。